おいこら、そっちがその気にさせたんじゃねえか。私知りません。勝手なこと言わないでよ。いいからこっち置いてって。何にもしないんだからさ。嫌です。何を、おいこの野郎、舞ちゃんこっちに渡せよ。口の聞き方を教えてやる。なんだよ、そんなんでビビると思ってんのか。消えなさいよ、この酔っ払い。くそ、知るか、ナッパス。ありがとうございました。あの親父超しつこくって。私、舞って言います。あの、もしよかったら、すぐそこにいいお店があるんです。お礼に一杯おごらせてもらえませんか。美人の誘いは断らないことにしてるんだ。そんな、美人だなんて。でも、よかった。ここ、私の行きつけの店なんです。お兄さんにも気に入ってもらえるといいですけど。私って、酔うと男の人に甘えちゃうんですよね。だから、気をつけるようにはしてるんですけど。お兄さんみたいな人とだったら、安心して飲めちゃうかも。私、男はやっぱり強くなきゃダメだと思うんです。その点、お兄さんは凄みもあるし、ワイルドだし、なんか好きになっちゃいそう。お兄さんは舞のことどう思います？まだ会ったばかりだ。よくわからんな。だったら、もう少しお互いによく知り合うべきですよね。舞のこと、お兄さんにもっともっと知ってもらいたいな。隅々まで、ね。遠慮しないでね。舞のおごり、乾杯しよう。二人の暑い夜に。今は飲む気分じゃないんだ。え、どうして舞と乾杯してくれないの。お客さん、女の子を泣かしちゃいけねえんじゃねえのか。ここで飲まねえのは男じゃねえな。お願いお兄さん、舞と乾杯しよう。今は飲む気分じゃないんだ。おい、お客さん、こっちもボランティアじゃねえんだ。あんた、飲みに来たんじゃねえのか。ねえお兄さん、マスターもこう言ってるし、乾杯しよう。飲まないと言ったろ。どうしても飲まないってのかい。睡眠薬入りだな、この水割り。どうしたのお兄さん。客を眠らせてぼってくる。マグロって言ったが、古い手だ。人聞きの悪いこと言うね。この女もグルだ。さっきの酔っ払いもなかなか手が込んでるな。あんまりわけわかんないこと言ってると。なんだってんだ。あんま荒っぽいのは趣味じゃねえんだけどな。構うことねえ、やっちまおう。上等だ。
わかった、あんたの勝ちだ。もう勘弁してくれ。口ほどにもねえな。はい、あの、詐称ですが、ご迷惑料ということで。こんなもんで勘弁していただけないでしょうか。無理だな。もちろんこれだけじゃありません。お耳寄りな情報がありまして、あの、あるラーメン屋の地下に秘密のカジノがあるんです。出入りの合言葉は半ちゃんラーメンつゆだく。あとは店の主人が案内してくれますから。それじゃあ俺たちはこれで。本当にどうもすいませんでした。